今回は地方移住を検討している人のために災害に強い都道府県に関する雑学をまとめてみたよ。最も災害が少ない都道府県は佐賀県。佐賀県は台風の通り道になることはあるけど、地震の発生回数、ゲリラ豪雨などの災害が特に少ない地域。佐賀県と同様に地震の回数が少ない都道府県は鳥取県。鳥取県は人口が少ないという利点があるので、夜空の星がとても綺麗に見える。鳥取県はカニの漁獲量および消費量が全国一位。災害が比較的少なく、かつ自然豊かで暮らしやすい都道府県は富山県。富山県はブリの消費量が日本一で、寒ブリがめっちゃうまい。ということで、今回は災害に強い都道府県を紹介してみたよ。役に立ったと思ってくれた人はいいね、チャンネル登録よろしくなのだ。ではまたね。